顔のことは言わないでくれるかな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。もうすぐかな。 98%。 あとどこがどうできてない。そこの部分ってことは城の飾りか。別地、え、一応もうあれやろ、全部、あ、違う、ここか、すべてのブロック。あ、てか私があれやんね、持って帰ってきたやつで作らんといかんのんや。作らんといかんのんや、あの罠を。あ、ってことはもうちょっとあれ設置してもらって、でこっち罠作るだけかな。はい、4つ、これ4つ。どう、え、スイッチも作らんといかんのやっけこれって。え、でもスイッチ、え、今必要なもののとこに入ってなかったことない、気のせいかな。作ってないよね私。うん、作ってないよ。作ってないよ。さあ早く出来上がれ。あと 2% で、まあ、この城の壁城の壁、あの部分と、あ、99%、多分あと罠を仕掛ければいいぐらいなんじゃないでしょうか。早く出来上がれ。なんかリモコンスイッチがない。はい、ちょっと待ってね。リモコンスイッチこっちやろ。え、ちなみにリモコンスイッチは何個いるんですかね。ちょっと待って、リモコンスイッチ、リモコンスイッチ、どこ。キャドトラップ4つとリモコンスイッチ6個。6個や6個。え、このリモコンスイッチ、え、リモコンスイッチってどっ、こっち向こう、あっちかな。あ、違う、ここじゃなかった。めっちゃ通り過ぎ、いつものように玉座の間に行きよったわ。あ、こっちか。で、スイッチを、はい、とりあえずこっちから先に入れてきておくか。あ、じゃあこのセットが残りの 1% なわけですね。うんうん、はい、はい、入れておいたよ。設置しておいて。みんなあの見えてる、みんな見えてる、スイッチ入れたよ。お、持って行ってくれよる、持って行ってくれよる。オッケーオッケー。これはデジロの強化のやつかな。うん、いやね、敵の弱点は探しに行きました。大丈夫です。これ一個一個なのがちょっとあれだな、めんどくさいよね。めんどくさいよね。しょうがない、私がこの兵器ぐらいは置いてあげることにするわっていう、ちょっと上からな感じ。ヒャドトラップはどこだって。こういう方向よね。ってことはここで合ってます。じゃこれだけは私が置いていってあげるね。はい、で、あとヒャドトラップ2個がなんかこっちの方やね。あ、ここ2つってこと。了解了解。あとちょっと、あとちょっと、あと1個、早く出来上がれ。最後の最後だけ自分で仕上げていくっていう、この美味しいとこだけ持っていく感じ。待ってね、あともうちょっとで出来上がるからね。てかさっきからみんなトン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 しよるけどさ、もう君たち関係なくない。あとこれだけやろ。はい、よし、これで完成するとデジロ。イエーイ。ってことで、そこには置けませんって出たけど、対デーモン兵団強化デジロ完成。イエイ、やったね、やったやった、ウェイ、できたよ。どこ、あ、キヨルかな、私から迎えるわ。おお、ヒャドトラップを置いてデジロの設計図を完成させてくれたのだな。アイナ、私はハーゴン3兵団を倒してもまだまだ敵が湧いてくると思っている。しかしこのデジロがあれば戦えるだろう。共に教団と戦ってくれ。うんうん、なあいな、本当にこいつが敵の。いや、そうは思わんけどね。どうした二人とも、私の顔をまじまじと見て、何か私の顔についているのか。言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。だってさ、ここは最初からずっと一貫して
教団を抜けるつもりはないって言ってさ、あからさますぎるやん、そんな。それで敵とか。ん？襲ってきた。この揺れを。あー、来た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 。ほら、来た。どうやら魔物どもの大軍が迫ってきてるみたいだ。この気配はおそらく、デーモン兵団の奴らだな。どうだよな。魔物どもをぶっ倒す準備はいいか？オッケー。よし。今回はいつにも増して、思いっきり暴れてやるぜ。アイナ、お前が作った魔法兵器は確かにすごい。だが戦うのは俺の役目だろ。魔法兵器があるから俺はいらないだなんて言うんじゃないぞ。いや全然もうね、とどめを刺すのは指導だから。ちっ、なんだか無性にイライラするぜ。壊したくて壊したくてたまらない。大丈夫か？さあ、魔物どもを蹴散らすぞ。さあ行くぜー、モンスターを倒せ。ということで、いてててて、びっくりした。守備力が上がったんか、何事かと思ったよ。さあ行くよ。ほらほらほら、あ、このシャドウのところでどうなるのか見たいな。よいしょー。あ、どんな感じどんな感じ。みんなヒュンヒュン打ち寄るけどまだ来てないよ。どんな感じ。ちょ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 、え、シャドウ何にも鳴ってなくない今。ない、あ、そっか、こっちで押さんといかんのか。ほら、え、なんか動いてますこれ。何か起きてるこれ。全然わからんね。あ、凍っとるってこと？あ、そういうことね。なるほど、なるほど。ちゃんと効果あるわ。全然わかってなかった。そういうことや。じゃ、結構効いとるんやね、普通に。なんか見た目でわからんねよね。あ、なんかポンってなりよる。あれがそうってことか。あれ？これ、あれ？なんも鳴ってなくない？近寄らんといかんってことこれで。あ、そういうことか。あ、なるほどね。ふんふんふん。ちょっと待って、必殺行くぜい。ピア、ふぅ。さあこっちへ来いよ、こっちへ来いよ。あ、ほら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 、ちょっと待って、ちょっと、お、凍った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 。寒い。やっぱり寒さには弱いのね、君ら。暑さは大丈夫だから。でも炎は炎で結構効いとるような気がするけど。粛清開始。いてて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 。ふっ。ヘイ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 。なんか攻撃がそんなに効いていないような感じがするな。やっぱり凍らせんといかん感じですか。とりあえずスイッチ踏んでちょっと早くこっちに来てくれる。ほら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 、あ、ほらほら、そこでチャーン。叩け叩け叩け。待って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 、やめて、来ないで来ないで。お、行くぜ、とりゃ。ふう、おー、いいねいいね。2匹いっぺんに。こっちもやっつけるよね。いいぞ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 。あ、これでもう、違うな、次か、次で最後ぐらいかな、やってくるのは。え、これやっつけたらもうデーモン兵団終了ならいいな。ふがっはっは、やるではないかビルダーよ。我がイオナゾンでムーンブルク城もろとも灰にしてやろう。あ、そっか、まだボスが来てないんか。アークデーモン、デーモン兵団長。来いよ来いよ。ビルダー発見。ビルダー発見。ビルダー発見。やめてくださーい。さあ、早くこっちに来るがいいさ。そして氷つけい。ていていてい。お、ていて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 。なに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 、何の攻撃。くっ。怖いよー。はい。ほら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 、氷つけよ、氷つけよ。おし、効いてる効いてる。お、ここで行くぜ、ドリャー。氷ついてる、みんなに。寒い寒いですよ。はい、やっぱあれなんかな、
こうロボットやけんさ、凍りついたら壊れやすくなるのかな。アークデーモン、いつまでそんなとこにおるん。早く来いや。全然罠のあるところに来てくれんや。あー、やめてください。あ、ちょっと体力回復したなって思ったら、そっか、レフォマラー使ってくれやんか。助かるん助かるん。もう罠関係なくやっつけれそう。ここ、お、罠に向かってきてくれる、もしかして。早く早く。うおっと、危ねえ。あ、でもマジでやっつけれる。イエイ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 、やったね。これで団長も倒したけん、殲滅したってことよね、デーモン兵団も。バトルコンプリート。イエイ。グググー、まさかこれほどの力とは。己人間め。だが、ウェルラを倒しても、貴様らは戦いの宿命から逃れられん。せいぜいあがくがいい。ガフ。なになんで？他にもなんかいるの？もっと大元ってこと？やったぞ。これでデーモン兵団を倒した。三つの兵団倒したよ。とりあえず。よくやってくれたな、いいな。三兵団を倒す目標は、これにて達成だ。その他にはご褒美。褒美として、なんぼ ?500万ゴールド与えよう。さあ、ジローもここに持て。買おうよ。褒美として出せるようなものはありません。その前にゴールドとは何なのです？あ、ほんとよ。その概念なかったのに。え？では今のはなしだ。ひとまずこれでお題は達成だぞ。え？なに？無意識にゴールドっていう言葉が出たの？え、びっくりなんやけど。あいな、これから何が起こるかわからん。壊れた城とデジロを修復しておくとしよう。修復はわしらに任せよ。もはやわしらも一発のビルだ。城の修復はお手のものじゃ。大丈夫？めっちゃ壊れたけど。オッケー。拠点がほぼ元通りになった。これでデーモン兵団を倒せのミッション達成。これで3つとも達成したね。王様の命令その2コンプリート。3兵団は倒せましたが、アークデーモンの言葉が気になりますね。まだ戦う宿命から逃れられないと。平和の証となるはずの王家の紋章も今の敵の手にある。やはり戦いは終わっておらんのか、おらんのかもしれん。それに、なんだか悪い予感がします。強大な力が迫ってきているような。ラララ、戦いはまだ終わっていない。きっとこれからも永遠に続くのさ。かーったマリオレ、この衛星銀融詩人め。その音痴な歌声で身を破壊する気か。アネッサが呆れてる。今は考えても仕方ない。できることをやっておくんだ。いつ新たな敵に襲われてもいいように。なんだい？あゆな、よくデーモン兵団を撃破したね。君がいなければできなかったことだ。みんながなんかそれぞれいろいろ喋りよるけど。正直言って、君がここまでやるとは思わなかった。でもおかげで、もうすぐ僕の目的も果たせるよ。何目的って。ところで、王様から命令を受けてね、君に作ってもらいたいものがある。なんで王様から直接言わないんだ？そろそろこの城にも、不届き者を入れる牢屋が必要だ。いつ何があるかわからないからね。場所は城の地下がいいだろう。地下倉庫を活用した設計図を書いてくれ。城の地下、今みんなのベッドが置いてあるんだけど。あ、そこなんですね。なるほど。じゃあそこのベッドを乗っけろと。はぁ、みんなの寝る場所がなくなるやん。で、ちょっと移動させようかなって思ったけど、結局地下牢の前で寝ることに。地下牢の設計図を描いた。ふんふんふん、なるほど。まあ、簡単に出来上がりそう。周りの壁はあるわけやもんね。あっという間やん、これ。ふんふん。やお、来た？牢屋の設計図が描けたんだね。これは悪くない。今回は君一人で建築に当たってほしい。みんなは別の作業で手が離せないんだ。何してるの、作業。それじゃあいいな。この地下牢の設計図を完成させるんだ。ふんふん。まあまあいいけども。ちょ、待ってね。今壊すからさ。くっ。せっかくのベッドを。ああ、これどこに持っていこうかな。どこに持っていこうかな。てか、ちょっと待って。必要なものをじゃあ作りに行きましょうか。ベッドを置く場所がさ、もうここぐらいしかない気がするんよね。ああ、他の作業で手が離せんってどの作業よ。ご飯食べよりやないか。
ご飯食べてるじゃないか。作業しろよ、作業を。はい、それじゃあ作ろうか。とりあえず、牢屋の壁が3ついる。あ、違う、30個も作るところやった。怖い。ふぅ。え？でも3ついるんよね。なにこれ2つ必要なの？あー、あ、そっか、え？どういうこと？まあいいや、作るけど。いや、作るよ。もう作るけど。なんでそんなに必要？ちょっとよくわからないわ。で、これが1個と、あとは、かがり火が1個。かがり火をもうちょっとやる気がするけど、まあ、いっか。で、壺が2つ。さあ、そして、捕虜の鎖が1つ。なんで1個でいいんやろ。もっと必要じゃないんかな。裏切り者が1人とは限らんやんね。どこかしらに、魔法研究所っていうのかな。もうあれよね、この辺しかベッドを置く場所がないよね。まあ、とりあえずここに置くわ、私。なんかここってさ、中庭っていう感じやけん、めっちゃ吹きさらし感が半端ないんよね。いや別に他の場所とそんな変わらんねえけどさ。なんかすごい吹きさらし感あることない？いや、いいんやけどね。てか3つしか置けんやん。まあいいや。とりあえず3つ置いておくね、そこに。んで、どこに何を置くのかしら。とりあえず、ふんふんふん。あ、奥に壺が2つ。あ、こういう感じなんやね。オッケー。とりあえず、城の壁、城の壁。よーし、置いていこう、置いていこう。これ、上もかな。はっ。オッケー、オッケー。ほっ、ほっ、あっという間に出来上がりそうやね。あれ、もう一個の扉がないな。これか。はい。さあ、これで扉がここなわけやろ。で、あとが、これは何なん？これ上までか。で、ここの上も。全然違うところにやってしまった。自分の足場にしてしまった。はっ。おー。小さい空き部屋。こっちも小さい空き部屋？超大きい空き部屋やった、こっちは。なるほど、なるほど。んで、この外側に、かがり火、かがり火。で、中に、壺。この中にあれかな？トイレするんかな？で、捕虜の鎖。どの辺捕虜の鎖？上？薬じゃない。鎖。おお、地下牢の設計図完成。できたよ、できたよ。これ早く出んと、私が、二人が、閉じ込められる。へい、小さい牢屋。確かに牢屋にぴったりの場所やね。早く来てくれる？おらんやん。リックー。え、リックは？リック？あ、おったおったおった。やや。牢屋が完成したんだね。ありがとう、アイナ。実はね、ここに誰を入れるかはもう決まっているんだ。すまない、アイナ。え？やっぱり私ですか？指導？おい、これはどういうことだ？あ、指導か。さっきウェイって言いながらハイタッチしに来たのに。君が危険な存在だって、アネッサが王様に進言したらしいんだ。僕も王様の命令には逆らえなくて。王様は多分言ってないんじゃないかな。大丈夫？そういうことを言ってるんじゃない。アイナ、お前この牢屋、俺を入れるために作ったのか？こいつらの命令を聞いて。いや、別に指導を入れるために作ったわけじゃないんやけどね。なになになに、そんな背中向けないでよ。言い訳は聞きたくない。こんな時もヘラヘラした顔しやがって。顔のことは言わないでくれるかな。お前のこと、見損なったぜ。すまない。これもすべてアネサの企てらしい。僕たちの仲を裂いて戦力を削ぐためのね。王様には真相を話したけど、アネサは信頼が厚くてね、取り合ってもらえなかった。でも僕は諦めない。
必ず悪人を捕まえる。シドウも牢屋から出してみせるよ。これってさ、今すぐ私が王様に話を聞きに行ったらわかることやのに、起きたし。おい、お前たち、ここで何をしている？ん？お？え、モンスター来たんやない。お、この揺れは。指導なし？くがっはっはっは。しばらく見るうちにこんな城を作るとは。これは破壊のしがいがある。また来たんか、お前ら。アトラス様、人間を見くびってはなりません。一気にひねりつぶしましょう。え？なに？誰？ちょ、待って待って待って、怖い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 。え？思っとった大きさじゃないんやけど、それ一気にひねりつぶされるわ。ちょっと作ったものすべて無駄になりそう。うがっはっはっは。悪魔神官よ、それには及ばん。じわじわとなぶり殺しにしてやるのだ。行け、我がしもべたち、我にもがき苦しむ人間の悲鳴を聞かせよ。待って、君はどこへ行くの？はい、ということでということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、指導なしでの戦闘か、絶対きついやん。ね。だって、何より、多分罠より何より指導の戦闘力が大きかったんじゃないかと思うんやけどな。